準備をしないと。ガーリックマヨス。おお。うえ。え？マヨチチだ。うま。いただきます。いただきます。うん。いかがですか。うまっ。あ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。おお。今回あえてやっぱ野菜入れないことで、こう麺のうまみをね。そうなんだよね。一切味が薄まらずに、ね、私はもう早速卵黄を潰していきますって。あ、いいね。もうほわっとした感じね、うん、小麦のおい、これいいわ、うん、俺も卵黄潰そう。うますぎっすね。笑みがこぼれちゃって。うますぎっすね、これ。まあ、マヨ、ニンニク、うん、卵黄、イエローイエローイエローハッピーっす。ありがとうございます。アイドルの曲みたいな感じで。でもなんかもしも生まれ変わっても、もしも生まれ変わっても、はい、また私に生まれたい。それアイドルかそれ。いやポケビだよ。あ、ポケビか。ポケビね。ずっとずっとポケビだよ。ポケビよ。ちょっと今回ニンニクは千葉県産ということで、ニンニクの生産地をこだわるようになってから、うん、いろんなスーパーでニンニクチェックしてるんですよ、うん、あるスーパーで、うん、そこにしかない県のやつ、うん、マジでその県生産してんのっていう、うーん、見つけたんで交互期待。ちょっとブラペを。あ、ブラペね。スタミナついた。ブラペね、ブラペね、ブラペね。さすがに分かった。それはいや、やっぱ白なしにはね、うん、そうだよね。なんかジリジリ削りますね、うん、やっぱ混ぜろさん、うまいっすわ、うん、本当に。ちょ、麺マジでうめえな、これ、うん、ね。ちょっと粉チーもいっちゃっていいっすか、うん、あー、めっちゃ、うん、
どうですか粉チーズは。言わないの。うん、ジャンク。あ、むくっちゃった、うん、え、早っ。このタイミング先いきますね、ちょっとレモンドをね。いいね、レイモンドね。あ、そっか、あ、そっか。うまっ。やっぱ美味しいもんっていつまでもいけるんすね、本当に。あ、声が入ってなかったかな、声が。美味しいもんっていつまでもいけるんですね。シックスセンス見えてない。会員なんだ、しかも。すごいね、それは。というわけで、ごちそうでーす。奇跡的なうまさですね。小麦自体のうまみがあったんで、野菜とかそぎ落としても全然美味しかったですね。なるほどなるほど、うん、ガリマヨの完成度の高さですごい。確かにガリマヨめっちゃうまかったですね、うん、食べたいと思ったら、うん、ぜひ行ってみてください。店舗へ、馬込沢店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 。日ハムの肉もあるかね。聞いた。それでおなじみのそんなね、野球にも詳しくなれるマゼロンさん。大変ごちそうさまでした。ありがとうございます。